体も変わるから。やばくない？ギュインってなってる。そう、これをいつも追いかけをしてます。白い姉妹だね。確かに。よしよしよし、そのものなのと。先生、はい、ほのものです。ということでですね、皆さん、私たちはですね、SNS を使って、顔をね、お届けするっていう活動をしてるんですけれども、はい。まあ、インスタグラムだったりとか、私はまあ、ツイッターはね、そんなに使いこなせてはないんですけれども、動画の告知だけしたりとかしてるんですけど、ほのものは結構ツイッターも使いこなしてますよね。はい。で、やはり、あの、自分の顔をですね、まあ、静止画の場合は、よりよく見せるということで、加工を使ってるんですね。だから、写真見た後に、このノーマルの YouTube 見られると結構気まずい。気まずい。私はあんまり加工するのが好きじゃないんで、色をいじったりとか、あと肌加工だけするんだけど、その目を大きくしたりとかいう作業は特にしてないんですね。うん、私も全然ちょっとあんた今回はですね、そんな加工、いろんな SNS ね、加工がもう元々ついた状態でお届けするみたいな形のものもあると思うんですけども、今回は私たちの顔全部晒しちゃうよ加工コーナー。ちなみにのんちゃんはプリクラに追い加工する派？しないわ。しないよね。もうなんなら私、あの、人生4カットが一番盛れる。プリクラも盛れる盛れないってあるじゃんか。ある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 。私は97と春色世界が盛れるんだけど、いい感じになる。でもプリクラでも全員同じような顔になるから。あれ、でもなんだ、違う、元が顔がちっちゃいから、それプラス顔ちっちゃくなると、なんかさ、目もでかいからさ、宇宙人みたいになる。そうなんです。ってことで、まあ、そんなナチュラル加工派と、ナチュラルなんだけどしっかり加工獣される方の加工方法を、まあ、2パターンね、今日はいろんなものを用いて紹介したいと思います。ちょっと苦しいんでボタン押させていただきます。ではまず、まあ、皆さんね、気になっているであろう TikTok 行きましょう。 TikTok は私前まで加工しない派だったの、てか加工したくない派だったの。このさ、うん、YouTube みんな見てねみたいなたまにした時があったから、切り抜きとかでさ、自分が流れてくるとさ、やばい顔違うってなっちゃうけど、まあ、TikTok ぐらいよくねっていう思考になって、そうですね、 TikTok はバチバチに加工してます。それちょっとアホ毛広いんで、このプチューシャさせていただきます。じゃあまず TikTok で自撮りしましょう。その格好をかかってる状態でね。はい、ハイチーズ一人なのにハイチーズっていう話と漏れる角度ですよ。すげえはい、ということで、私もちょっと漏れる角度とか、こっちじゃないですか。私こっちの方が顔映えるんでまあ一回ちょっとその素の TikTok で自撮りね。むずくね、これ。こうか。はい、では、モデル大会始まっちゃったんですけれども、まず私から加工を紹介したいと思います。美白が51。で、小顔が0。もう変わってないし。あ、でもなんか、小顔2っていうのが、02番 ?50。で、小顔3っていうのが50。これなんかデフォルトで入ってるやつ。で、目は0。いや、まあまあまあ、そうだよね。コントラストはちょっとついてて。どんぐらい?20?20ついてて、でファンデーションはついてなくて、ファンデーションつけりゃいいんだよね、これ。ファンデーションつけたらね、なんかね、カスカスになる。ああ、確かに全体的にかすむんだ。顔も0、美顔0だ。目キラキラさせたいじゃん。私この学校初めて知ったんだけど。あ、光が入る。そう、目がね、黒目がね、キラキラしたのが。それやると、ちょっとまあ目入れてみたんですけども、これはいつもは0です。で、頬骨0。鼻なんか高くした方がいいよ。あ、違う、高くんじゃないの、ちっちゃくなの。ちっちゃくなるの。え、すごい。鼻0で、あ、口を大きくして。私ね、口ちっちゃいのコンプレックスなんですよ。口ちっちゃいと鼻でかく見えるってことに最近気づいた。え、何も変わってないけど、これ何も変わらずで、じゃあこっち側にするの。おでこ、リップもついてなくて、こっちこっち、マイナスにしたらでかくなる、口が。そうなの。チークもついてなくて、すごい、もうこれでメイクできんじゃん。輪郭だけ30ついてんな。あと歯も白くしてくれてて、目の下クマが消えますね。あと鼻元こんな感じで、メイクは何もしてない状態です。はい、いや違う、私紹介しますね、はい、私は本当にこの顔と違いすぎて、うん、やばいんだよね。加工しすぎるとさ、背景が歪むじゃん、うん、でも私歪んでないの、すごくない？本当だ。あ、すごい、ちょっと歪んでる、ちょっと歪んでる、ちょっと歪んでれば、まあ場所によってみたいな感じ。まあまあ、私も紹介していきますね、はい、まず美肌が60、うんうん、で小顔の
01が88で、多分これさ01がとかじゃなくってあれだよね、02とか03にしたら顔が変わるんだよ、このさ見て。あー、そういうことか。私は01を使ってて88ですね、うんうん、で目は30です。でコントラストが20で、ファンデーションも20。え、待って、私顔さキュッてしてないわ。キュッてしない方がいい気がしてきてるんだよね最近。顔が0で美顔が0、うんうん、でキラメが30で頬骨が20、うん、で鼻が100 100めっちゃ小さくしてる。でマウス口がマイナス50で、おでこが0、リップが30で、チークが20、アイシャドウは0、輪郭30で、歯白くするのが20、うんうん、で、目の下が30、うん、で、口元が30ですね。私は一回あのリセットボタンあれだ、リセットボタンでリセットしてからいい感じにしてます。あー、そうなんだ。はい、で、いつも使ってる加工はベイビーベリーってやつ使ってます。ちょっとなんか白っぽくなるみたいな感じ。めっちゃシブル。うん、なんか撮ってみる TikTok。 そうね、そういえば私さ TikTok さ、その自分のアルバム申請したのにさ一向に来ないんだよね、うん、なんでだろう。もう2ヶ月経ってるよね。撮ります。私本当に最近は全然トランジションとかもしなくなった。こんなんやばくない？超この格好いいよね。見て、この横に立ちたくないよね。こんな感じでいつも撮っております。普通に TikTok 見せたさあやちゃんがワンダーランド歌ってるので、え、ちょっと前に撮ったこれね。つなげんの、うん。まあちょっとめちゃめちゃ曲流れちゃってるんですけども、 K-POP ね。この辺は加工してないと思う。これ加工してるかな。これは完全に加工してないね。なんか前までは加工してたりしてなかったりを振り返してたんだけど、もう加工してないといけていけないってことで、最近はもうバチバチに加工してます。まあ、原型はまだあると思いたい。やっぱ加工映えする顔っていうのがあると思うのよ。加工映えしない顔なの私は本当に。まあでも加工技術があれだからかもしれないけど、 TikTok 上げました今。キュン上がってます。この辺キュンはさ、加工はどうなってんの？これね、なんかみんなでどれがいいかなみたいなので、うん、一番最初に集まった時に決めたと思う、うん、ああ、そうなんだ。だからなんか目これぐらいがいいんじゃないみたいな感じでみんなで話し合ってやりました。 あ、そうなんだ。そんなね、加工ついてないよ、超自然な感じ。まあ、確かにね、加工によって本当人って変わるから。そう、私がキュンやってたらみんなこうちょっと動いた瞬間ピュッてこいつ加工めっちゃしてるやんってなっちゃうと思う。今回 TikTok の加工は今お話ししたんですけれども、うん、皆さん多分ね写真撮られる時にどんなアプリ使ってるのか気になると思うので、はい、紹介しようと思うんですけど、私はビューティープラスで撮ってます。他人と撮る、他人っていうかその一緒にコラボした方とかと撮る時はさすがにビューティープラスで加工しすぎたらあれかなと思ってるから、ビューティーカムのノーマルカメラみたいなののところで撮ったりしてる、うん、友達と撮る時とかはいつもビューティープラスで撮ってます。ビューティープラスはうち加工どれぐらいついてんだろう。これノーマルなんだよね。え、なんかちょっと、え、なんか違う、ギュッてなってるけど、顔キモいね。ほのちゃんはなんか白い儚い木みたいな感じの、そう、なんか白黒のやつをいい感じに色出る感じにしてる、うん、顎とんがってんだけど。ビューティープラスなんか私はほのちゃんに教えてもらったビューティーカムっていうのを最近使い始めたんですけど、この iPhone カメラっていうのがあって、それがすごいナチュラルなんですよ。マジ映えない私の顔って。映えなすぎる。私あ、なんか照明ありとかあるわ。すごい、これ初めて使った。あの、なしが一番綺麗だ。なんちゃらうわ、何これ素敵。で、これの加工を教えたいと思います、はい、お願いします。まずですね、レタッチ肌磨きがこれどれぐらいなんだろう。大体これぐらい。スリムも大体これぐらい。メイクもこれで、鼻はマックスです。肌のトーンも結構上げて、顔のサイズはちょっとちっちゃくしてます。ちょっとどころじゃないけど、目も明るくして、うん、歯も白くして、うん、で、色味なんだけど、私はこのお気に入りに入れてるんだけど A7 ってやつをこれぐらい、マックスにするとね、やばこれをだいたい45ぐらいにするの。そしたら
エモ、こんな感じになる。いいね、あ、それいいわ。そうで、これに加工でプラス隣にあった N の10ってやつをつけてあげるとめっちゃいい感じになる。色加工はだいたいそんな感じですね。あとビューティーカムの方はどれぐらい加工してるのちゃん、ビューティーカムしてない？いや、うん、あのデフォルトそのまんま、どれぐらい加工されてるとかじゃない。ビューティーカムは私はこれですね、はい、私の場合はコンシーラーマックス、コーもまあだいたいマックスで、クリアもマックス、でハイライトはつけてない、で顔はまあいい感じに小さくしてで後頭部、後頭部頭の多分でかさかな、変えられるんだ、は何もしてなくって、目も何もしてないで、目のクマはまあ涙袋の線が私は濃いので、それがいい感じに緩和されるぐらいのこれ。ああ、そういうことか。でほうれい線はマックス見えないようにね。で目の強調もマックスに近い感じ。顎は、まあ、ちょっとちっちゃめ。鼻はマックス、で口は口でかくしたいな。うわー、すげー別人だ、怖い。鼻マックスあんま良くないわ。ちょっと待って、鼻ね、ちっちゃくしたいから。でも口はでかくするでしょ。でいつも3対4で撮るようにしてます基本で、このなんか線みたいなのも出してます自分で。でめっちゃよくね、これ盛れるんだけど。それこそこの前とある方とコラボをねキュンでさせていただいたんですけども、それの時になんか最近何流行ってるんですかみたいな加工アプリみたいな、でこれを紹介したのね、そしたらみんな入れてくれてありがとうございますって感じ。もともとは TikTok かなんかでなんかノーマルでも盛れるアプリあるよみたいな、でおわっと思って見たらこのビューティーカムってやつで、でそれをのんちゃんに紹介して、ももかちゃんに紹介して、そっからどんどんいろんな人に広まっていくっていうとろーみたいな感じでこうやってやると、みんな、え、そのアプリ何みたいな聞いてきて、そう、なんかそう自然に盛れるから、これ本当に色味とかもマジでノーマルカメラと一緒なの、しかも音もね、いいじゃん。そうなんです。これの前まで私スノー使ってたんですけど、やっぱスノー荒い。あ、でも私追い加工するときはスノー使ってます。そう、なんかプリクラ追い加工するっていう、もうなんとも化け物を生み出すような作業をしてるんですよね、それも紹介していきたいと思いますね。はい、お願いします。この前ですね、一人でプリクラを撮りに行ったんで。一人プリ、はい、こちら、まずビューティーで、スノーはなんか追い加工するときに私いつもスノー使ってる。まず小顔はマックスだとなんか肩幅でかい人みたいになるから、まあ、57ぐらいでね。で顔の長さはもうこのぐらい、やば、聞いたことないよ、はい、でそしたらもうここは終わり。次目ね、目はもう私理想にします。この目の角度ってやつでマイナス100にするんですよ。で垂れ目にさせる、なんか目を目がこうやってあるとするじゃん、これをこういう風にしますね。いた、次鼻なんですけども、鼻はマイナス100、大きさが、で鼻幅ってやつがあるんだけど、それは25ぐらいにして、鼻筋を57にします。そしたら口がめっちゃ大きい人になっちゃうので、口もちょっとだけ小さくする、59、でこれでとりあえず1回チェックマークを押すんですよ。それだけでも変わるんだけど、こっからもう1回スリムをつけて、スリムは100ですね。顎の長さもちょっとだけ53でおいでやって、その後体型にして肩縮めます。でウエストも細めます、100。スリムも24にします。そしたらこれが加工がされた顔で、これが加工前です。見てて、体も変わるからやばくない、ギュインってなってる。そう、これをいつも追い加工してます。どこにもあげる気はないけどって感じでございますね。すごいな、はい、ギュインってなってる今、ギュインってなったということで、今の時代はねプリクラすら加工するんですね。まあ人によってですけどね。はい、ということでですね、本日は私たちのですね、普段他の SNS でアップしてる時の加工方法をご紹介いたしました。ちなみになんですけれども、私たちこれも加工してるんですね。え、してないですよ、何言ってるんですか。なんですけど加工してるんですね。肌加工してる、肌加工がかかってんの、まあ、肌加工だけね。そう、他の加工はできないから。そう、他の加工はできないんで。したい、本当に。でも肌加工するとやっぱり見栄えがいいんですよ。
で、しかも顔にちゃんとピントが合うからすごくいいんで、肌加工だけさせていただいてるんですけれども、常になってるわけではなくって、結構これ反応鈍くって、たまに外れてる、たまに外れてるんです。メイク動画とか結構ズームになると眉毛のボツボツが超わかりやすい。なので、まあ加工できる時にしといた方がいいです。使えるもんは使っといた方がいいんで、ぜひですね、使える時に使ってみてください。本当だったら私のビューティープラスとかスノーで動画撮りたいもんあらあらね。ということで、のえのほのぼのの加工方法を知れたから真似しようと思ったヒート、グッドボタン、チャンネル登録よろしくお願いします。ほのぼのちゃんの加工方法を知りたかったから嬉しいと思ったヒートも、グッドボタン、チャンネル登録よろしくお願いします。それではまた次回ののえの番組でお会いしましょう。なんか言うとした、ぜひ私たちの TikTok の加工を真似してみてください。お願いします。それではまた次回のえの番組でお会いしましょう。キャババイバイちゃん。Loved you from the first time you called me late. Loved you from your whips and your winking games. Yeah, always on my mind, always in my brain. Yeah, with you the summer came and went in a day. And I've been craving you since the first time that I sat by your side.